シーズン全試合帯同していましたが、試合の出場今シーズンまだありませんでした。久しぶりの出場、ダブルスでストレート勝ち、今の心境はいかがでしょうか。はい、そうですね、今シーズン初めてだったんですけど、僕このイオンモールでの試合は2回やって2回とも勝ってたので、今日は自信を持って試合に入ることができました。試合を見ていても自慢の強打、カウンターが決まっている場面もたくさんありました。得点を取るたびにこのイオンモール岡山のたくさんのお客さんから拍手もありましたが、今日は何を考えながらプレーをしていましたか。そうですね、本当にたくさんの方々に来ていただいて、試合を応援していただいて、すごく僕自身もなんていうんですかね、気分よくというか、自分なり盛り上がってすることができたのと、あと先日入団した岸本くんがベンチからすごく応援してくれてたので、勝たないとと思って、はい、そういう気持ちで臨むことができました。さあ、それでは加入したばかりの岸本くんというお話もありましたが、今日はこのたくさんのお客さんがいる中での勝利、そして4対0の勝利ということで、通常であれば最後田添選手に一言コメントいただくんですけど、せっかくですのでメンバー全員にちょっとご登場いただいて、一人一言コメントを本日はいただきたいと思います。さあ、それでは皆さん並んでいただいて、一人一言ずつコメントをいただきたいと思います。田添選手は最後にまた締めの一言でいただければと思うので、よろしくお願いいたします。頑張れ岸本。さあ、ちょっと誰から行こうかの譲り合いも行っておりますが、それでは一番初めは試合がじゃあ終わったばかりの谷垣選手、見事勝利されました。最後このファンの皆さんに一言お願いいたします。今日はたくさんの応援ありがとうございました。こうして、ホーム戦しっかり4対0で勝つことができて本当に嬉しく思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて吉山亮一選手、今連勝で続いていますが、一言ファンの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。本日は会場にお越しいただきありがとうございます。皆様の温かい声援のおかげで無事ホーム戦で勝つことができました。これからも頑張っていきます。お願いします。ありがとうございました。さあ、それでは先日加入したばかり関西高校1年生の岸本選手、先ほど田添選手からベンチで大きな応援もしてくれたというコメントありました。一言お願いいたします。本日はホーム戦に来ていただきありがとうございます。自分は数日前に入団させていただいて、まだ試合に出場できる力はないので、今後力をつけてチームに貢献できるように頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは田添響選手が覇王選手の通訳で入っていただけるということで、それではダブルスとシングルスも2本取りました覇王選手からもお願いいたします。ですね、さっき聞いたんですけど、もうこの今4対0、4対0って来てるんですけど、この結果に満足せず次も勝つって言ってます。はい、ありがとうございます。しっかりと通訳をしていただきました。それでは最後に改めて田添響選手、ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、本当たくさんの方々に来ていただき本当にありがとうございます。今前回の試合まではいたヤーン選手が来れないという状況なんですけど、ヤーン選手が帰ってくるまでにたくさん勝って、帰ってこれいつ帰ってくるか分からないですけど、その時にファイナルに行けるように準備をしていきたいと思います。また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ホーム岡山で見事な勝利、そしてイオンモール岡山での勝利でした。今の心境をお聞かせください。はい、まず、本日お越しいただきありがとうございます。最高の形で勝利できたこと本当に嬉しく思います。ありがとうございました。本当に相手チームが、森薗選手っていう率いるチームということで、
本当の最高の勝ち方ができて、逆に最高の恩返しができたかなと思ってます。ありがとうございました。そして今日の試合、静岡 J とに勝って暫定3位に浮上しました。今のチームの士気はどんな感じでしょうか？そうですね、過去5シーズン、4対0の2回連続でやったってことがないので、士気は最高じゃないですかね。はい、ありがとうございます。その最高の士気の中、今日はキャプテン丹羽選手も不在の中、ただベテランの羽生選手、そして新加入の岸本選手、バラエティあふれるメンバーだったと思います。今日のメンバーのこの試合中の雰囲気というのはいかがだったでしょうか？はい、今回、いろいろ事情が重なってですね、今日のメンバーということになったんですが、本当今日のメンバーもですね、谷垣選手も前日まで、試合をしてたりだとか、田添選手も青森で試合をして来てくれたとかっていうことがあって、本当に苦しい状況だったんですけど、一人一人が、力を、ね、発揮して勝って、本当プレッシャーはあったと思うんですが、力を発揮して勝ってくれたので、本当選手たちに感謝したいですし、褒めてあげたいです。それでは最後に改めてこのイオンモール岡山にお越しの皆様、そして試合の中継をご覧の方々へメッセージをお願いいたします。はい、現在3位に浮上しました。ここにね、満足せずですね、次戦そのまたも次もっていうことで勝っていってですね、今年こそは何としてもファイナル進出、優勝を目指して頑張りますので、皆様引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。Thank you.
はい、5-10. 5-10.